オール。オールは、フィンランド中部に位置する都市。北ポフヤンマー県の県庁所在地。オール群に属する。スウェーデン語ではウレオボルイ。オウル州存在時は、州都でもあった。2011年の人口は14万1742人で、あり、国内第6位の規模を持つ。フィンランド北部における、中核都市。オール市とその周辺地域は、 オール都市圏を形成しており、都市圏人口は約23万人。ハイテク産業が発達していることで知られているが、優れた社会福祉サービスと教育システムを持ち、子外活動なども盛ん。オール川がボスニア湾に注ぐあたりに位置している港湾都市である。オール川沿いでは豊富な水量を利用した水力発電が盛んであり、金属、 科学工業が発展している。周辺には森林が広がり、かつては木材、パルプが主力産業だった。近隣の都市としては約160キロ北にあるロバニアミが挙げられる。無線通信において世界最先端の技術を持ち、ビジネスから研究、教育、企業、製品開発における体制が整っている。800以上のハイテク企業が オール都市圏に進出しており、ノキア、アナログデバイセズ、F 席はフレクストロニックスがその代表例として知られる。ノキアが経営不振に陥った2012年以降に職を失った技術者らが起業家となノキアの企業城下町から北欧のシリコンバレーへ変わった。また、医療分野の健康産業も強みとしている。オールの自治体域は23の区。 と106の地区に分かれている。オールは亜寒帯気候であり、欠片の気候区分では DFC である。冬季は降雪があって寒く、夏季は暖かいが短い。年平均気温は摂氏2.7度である。年平均降水量は 477mm であり、降水日は年平均105日間である。 2015年の人口は19万6956人だった。2007年には2417人がフィンランド以外の国籍であり、うち618人は欧州連合内の国籍だった。2008年には0.2%に相当する316人がスウェーデン語を母語とする住民だった。人口の出展はダイラストオックスカス。1605年。 スウェーデンウォーカール旧世によって建てられ、1610年に都市特権を認められた。1776年にオウル州の州都となった。1815年のウィンギテーン議定書でフィンランドはロシア帝国領となったため、オールもロシアの支配下に置かれた。1822年の大化で街は激しく損傷したが、その後復興を果たした。2009年1月1日に 編入合併した。合併前のオールは、人口13万459人、2007年、面積 449.2km、173.4未、内陸上部 369.7km、142.7未、水面 75.5km、29.2未、人口密度351.4人、km、910.1人、未であった。 女上詩人ベイコアンテロコスケンニエミ、作曲家のレイビマデトヤはオール出身である。男性アカペラグループのや、メタルバンドのセンテンスともオール出身である。ロックフェスティバルの1996年初開催などがオールで開催される。2004年と2005年のエアギター世界選手権では日本の金剛ゴ武氏が4位となり、2006年には大地洋介、 大の字が優勝し、2014年には、ナ七海が優勝している。毎年冬には、オール音楽祭が開催され、毎年夏には、オールンサロン音楽祭が開催される。毎年10月には、オールアイルランドフェスティバルが開催され、毎年11月にはが開催される。美術館、博物館には、チエトマー科学館、ターキャンサリー屋外博物館などがある。 1879年には市街地中心部にオール出身の詩人の銅像が設置され、1987年にはマーケットスクエアに銅像、トリポリジーが設置された。オールにハトの2つの大学がキャンパスを構えている。1958年に設立されたオール大学はフィンランド有数の規模を持つ大学であり、リンナンマー地区のキャンパスなどで、 1> 約1万6000人の学生が学んでいる。しばしば世界のトップ400大学にランキングされる。オール応用科学大学は、フィンランド有数の規模を持つ応用科学大学であり、約8500人の学生が学んでいる。オール専修学校では1万3000人以上の学生が学んでいる。また、オール経営学専修学校はカリキュラムに、 ゲームのプログラミングを有するフィンランドで数少ない専修学校の一つである。は、フィンランドに9校あるインターナショナルスクールの一つであり、英語による初等教育を提供している。オールの中心市街地から南西 15km のには、ヘルシンキ空港に次いで、フィンランドで2番目に旅客数の多いオール空港がある。 2006年には847,946人、2016年には1027,495人がオール空港を利用した。2016年の内訳は、国内便が9 5万2 0 3人、国際便が77,292人である。ヘルシンキ空港以外では、ヨーテボリ・ランドベテル空港、ルレオ空港、トロムソ空港、ヨン空港ともスウェーデンに対して、 定期便がある。また、スペインカナリア諸島のグランカナリア空港やケニリフェ、スール空港、スペインバレアレス諸島のパルマデマヨルカ空港、トルコのに対して季節運行便がある。オウル駅からヘルシンキ中央駅まで VR グループが運行する鉄道を用いた場合の所要時間は約5時間30分である。ヘルシンキの他にはロバニミ、セーナヨキ、 タンペレなどの都市に鉄道路線が通じている。は、ボスニア湾有数の商工であり、四つの不島を有する。オールにはが通じている。国道4号の起点は、首都ヘルシンキであり、ラハティ、ユバスキラ、オール、ケミ、ロバニエミを通って、フィンランド北端の宇津よきで終点となる。国道4号は、ノルウェーのトロムゾからトゥルクを結ぶ欧州自動車道時、 E08 号線、ノルウェーのバードからヘルシンキを通って、ギリシャのクレタ島を結ぶ欧州自動車道時 E75 号線の一部も、ある。オールは歩行者や二輪車など車以外の交通手段に、配慮した、交通網で知られており、フィンランドでこれらの交通手段は、軽交通と呼ばれている。2010年時点で、オールには延べ 600km 以上の歩道があり、 軽交通用の100以上の地下道と橋梁がある。これら軽交通用の道路の比率はフィンランドで最も高く、輸送手段に占める自転車の比率は20%と高い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。